来県自粛が要請される中、沖縄旅行に行き、バカンスを満喫していたと、文春オンラインに報じられたモデルのニキ、23、が20日、ツイッターで謝罪した。ニキは、一部報道にありましたが、緊急事態宣言の中、私の軽率な行動により、関係各所の皆様に、多大なご迷惑をおかけし、大変さるしわけございませんでしたと謝罪。ファンの皆様並びに多くの方々に不快な思いをさせてしまいましたこと、心から反省しお詫びいたします。今後、このようなことがないよう責任ある行動をいたしますと、綴った。